どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんが大好きな曲もりもり弾いて歌う弾き語りができるようになりますよ、ということで日々簡単ウクレレレッスン動画毎日公開しております。今日も張り切ってレッスンスタートしていきます。今日届けたい曲はボカロ曲、こちらです。ドーン、少女レイ、ミキとピー。この曲はですね、2018年にリリースされたボカロ曲でございます。ちょっとこのストーリーに関してはですね、ウィキペディアでちょっと皆さん調べてみてください。いや、もうボカロっていうのはやっぱりこのね、ボカロが歌ってるわけですから。でもなんとも言えないこの曲のですね、この透明感というか、すごいですよ。この曲は今歌いたい感じ。夏の終わりにぴったり。もうね、爽やか。青春。もうなんかほとばしるそういう雰囲気がですね、この曲からもう溢れ出てくる。めちゃいい曲です。まあそれもそうですよね。もう本当これもう世界的にもう今ヒットしているということで、ウクレレ一本で再現してまいりましょう。これ激アツです。さあ本日はですね、 G ラボのガズモデルウクレレチェリーレッドモデルと、シンプル簡単バージョンで初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきます。この初めてウクレレは Amazon で即ゲットできます。これ初心者さん、入門者へ応にもう最高のウクレレですから、ね、まずこのね初めてウクレレ、おすすめしたいんですけど、こっちの G ラボウクレレもこっちもね、もうオールハンドメイド、オールタンバでめちゃくちゃいいウクレレなんですよ。もう最強最高のウクレレで、この G ラボウクレレはですね、大体月の中盤から後半以降にインターネットで、販売予約受け付けてるんですけど、今ねこんなような上旬の時はですね、販売してないんですけれども、今全国の楽器店さんで少しずつちょっと取り扱っていただいてるお店も増えてます。ちょっとね取り扱いショップリスト概要欄に貼っとくんでチェックしておいてください。はい、そしていよいよ今週末ってか明日です。はい、このイベントで、大阪でタワーレコードでカズレレ無料イベントやりますよ。皆さんウクレレ持って駆けつけてきてください。申し込みも何もいりません。ウクレレ持って、会場に来て くださればいいです。でこのイベントはこの黄緑色の本のね発売記念イベントで、この本を持ってきてもらいたいんですけど、もしねこのまだゲットしてない方はこちらのタワーレコード八尾店さんでゲットしてもらうと、この黄緑色の方にガズがサインするよとか、写真一緒に撮ろうよとか、イベントの時にちょっと前の方に入ってこれるランダム抽選券というのをゲットできるということで、詳細概要欄に貼っておくんで、とにかく集まってください。全国の皆さん集まってください。私も遠くから行きますからね。はい、よろしくお願いします。でこの黄緑の本を含めたこの本たち、ベストセラーになっておりまして、もうなんとね累計20万部とんでもないどえらいことになってます。あ、この黄緑色の方もねAmazon でねベストセラー1位獲得しております。ありがとうございます。ということで20万部記念のガズレレフェア開催中、フェア開催全国で200店舗以上の書店さん、楽器店さん、ありがとうございます。この書店さん、フェアやってるお店でですね、本を買ガズレレ本買ってもらうと、もれなく全員にミニノートブックプレゼントと、初めてウクレレ、はい、3名様の方にプレゼントというフェアをやってます。よろしくお願いします。さあレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやりますけど、この曲ってある程度の勢いが必要なんで、まあちょっとね張り切ってやってみてください。で後半はかっこいいバージョン、これが迷うところでちょっと後でも説明しますけど、ウクレレでちょっとね楽しみやすいように8ビートバージョンなんですけど、ホンダ16ビートっていうかもうねラテンなんですよね。その辺のこともちょっとご案内してますけれども、はい、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。まずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生音楽を聴くから自分でやるに変えられるわけですから、これはすごいことになります。皆さんぜひガズレレで音楽始めてください。さあそれでは早速レッスン入っていきましょう。ミキとピーの少女レイ、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からゆっくり見てやってみる。ワン・ツー・スリー・ゴー。白い肌の少女に
会えたら繰り返すフラッシュバックセミの声二度とは帰らぬ君童話に散れてく恐ろいのキーホルダー夏が消し去った白い肌の少女に悲しいほど取り憑かれてしまいたい透明な君は僕を指さしてた少女レイガズレレ流簡単バージョンゆっくりめでやってみました。ゆっくりめっつっても結構これね初心者の人早いし、また歌のねこの勢いがですねもう本当にね畳みかけていくんですよね。これボカロ曲ならではで、ボカロっていうのは本当はね要はコンピューターが歌ってるわけですから人間が歌うとねちょっと苦しいっていうところもあるんですけど、まあでも比較的ボカロ曲にしては歌いやすいというか、もう胸キュンのこのメロディーがもうやばいですよね。夏これ今歌いたいです。ちょっとまだ汗ばむ感じで練習していってください。で今聴いていただいて分かったと思うんですけど、もちろんガズレレオリジナルのウクレレ練習用オリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。どんな感じのアレンジになってるかというと、イントロから1番全部やった後に感想を入れて、もうね最後の B メロをやって、サビを繰り返して終わったということになっています。で私まず全部やりたいんですけどという方は、もうまずはこのガズレレバージョンで練習してください。でこの中にもね全ての要素が詰まってるんで、全部できるようになって慣れてきたら1番のコードを書いて2番とか3番の歌詞を書き加えてフルコーラスの楽譜作ってねやってみるのがいいと思うんですけど、まずはこのガズレレ練習し始めてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながらね、こう一緒に合わせてウクレレで練習してもらって、1個目のゴール設定としては今言ったガズさんの簡単バージョンに一緒に合わせて、練習して、できるようになったらすごいいいと思います。これが1個目のゴールです。まあでもさっきも言ったようにこれ歌のメロディーとかタイミングとかねなかなかすごいですから、聞き込みは大事ですけどね。一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube チャンネルを一切見ずに皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、とは言ったって最初から歌詞とコードを全部マランキするのはやっぱり難しいでしょうから、まずは楽譜練習がいいと思います。楽譜練習何回も何回もしているうちにいずれ覚えちゃって、大空に向かって夜空に向かって夏の太陽に向かって歌っていく、こういうのが素敵だなと思うんですけど、とは言ったって皆さん楽譜どこにあるのよというふうに思うかもしれませんが、安心してください。今のね演奏はガズさんのこの楽譜、ガズが手書きで書いて楽譜を見ながら今やっていたんですよ。はい、こんな感じで書いた。これもうちょっとしたらこんな風に大きくね画面に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、ただいまめちゃくちゃ便利なサービスガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにねご活用していただけるというね画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね、大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝
朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。長女レイ、ミキとピー、楽譜見ていきましょう。さあイントロですけど、こうやってまあ書いてあって、これかける2って書いてあるんで、ここ倍ですね。倍をやって、でここから歌が入ってくるんですけど、ガズのノートの特徴を見てください。こんな風に下に書いてあるのは、かっこいいバージョンではここちょっと決めていって、コードも変わっていくよっていう感じですね。伸ばすとかはこれ共通ですけど、あ、ここもコードがだから変わってますということです。この辺もね、なんでこうやって見ていってください。で、 お時間ある方はこんな風に、一時停止で、ノートとかに書き出してですね、ゆっくりやってもらいたいんですけど、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノート楽譜のデジタルデータをお手元に、ダウンロードしてすぐご活用いただくのもね、めちゃくちゃいいですよ。ご活用ください。ガズのノートの特徴はこの歌詞の上に点がついてるでしょ。これでね、リズムが分かるようになってるんですよ。ちょっとやってみると、せーのさん、はい、本能が狂い始める、いいね、こんな感じで、 イ から F になるよとか、イでこの E マイナスブとか、この点がめちゃめちゃガイドになります。あとはですね、これ伸ばすところ、カスカードには書いてない、こういう伸ばすところがですね、めちゃくちゃ参考になるね、もう情報がたっぷり詰まった手書きノートなんですよ。なんでね、ぜひガズクラブでこのデジタルデータをご活用していただくのもめちゃくちゃおすすめなんですけど、お時間ある方はこの通りに書いていただくといいと思います。まずはイントロから AB 移していきましょう。はい、な、一時停止で書いていってください。はい、そしたら次ですね。次、Cメロっていうのなんですね。ここがすごく渋いの。これがね、結構ポイントですね。で、これをやってからサビに入っていきます。で、ちょっとこのサビのここのところ2行書いてあるでしょ。これがちょっと説明が必要だなというふうに思うんですけど、まずちょっと、ひとまずはこれ書いといて、一時停止で Cメロからサビ。はい。いいですかね。ここのね、サビが超気持ちがいい。突き抜ける感じ。もうたまらないです。はい、そして1回目のサビ終わったら、ちょっと構成この後言っていくんで、感想をまた2回繰り返して、2回目ツタタタ、かっこいいバージョンでは。で、やって、ここがね、本来だとここから2番が始まっていくんですけど、ここがガズレレショートカットアレンジバージョンで、ここの、Cメロの、3番のCメロの、もういっちゃいますね。これをやったらまたサビに戻ります。で、サビに戻って、ここからちょっと構成の話ですけど、またサビに戻るでしょ。したら、もう1回ここの上の段の歌詞。はい。悲しいほど取り憑かれてしまいそう。これやるんですけど。で、最後の最後、もう一回この行だけね、繰り返すんですよ。ラスト、透明な君は僕を指さしてた。これが一番最後にこの一行だけ追加になります。だからちょっとわかりやすく言うと、イントロやって、A メロ、B メロ、C メロやって、サビ1回目やって、感想やって、この C メロの3番やったら、もう一回サビに、行って、2回目のサビは、ここの悲しいをやって、その最後、続けてすぐここをやって、最後このまたこの感想というかエンディングをやって終わる。これがガズレレアレンジになっております。じゃあちょっとそんなことを踏まえて出てくるコードを見ていきましょう。今日この赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ちょっとひとまず隠しといて、はい、今映ってるこの7個のコードで今やりました。やっていきます。C と Am と F、D マイナー、G7、E7、Em7。はい、今映ってるこの7個のコードはガズレレでは、安心の入門コード、ガズレレ必須コードという仲間になってるんで大丈夫です。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者の皆さんに一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードと来る。10個もあるんですかって声が聞こえてきそうですけど、1個ずつ見たら超簡単なんだけどね、いっぺんにね、10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんにね、もうスイスイ、めちゃくちゃ覚えやすいね、動画を撮ってるんですよ。はい、概要欄にそのね、分かりやすい動画貼っとくんで、ガズレレ必須コードは遅かれ早かれマスターしてください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前にやっぱりね、これボカロならではのちょっと面白いメロディー、が結構ポイントかなと、面白いなと思ったのは、Cメロですね。二人きりこのまま、急になんかブルージーにソウルフルになるんですよ。急になんかボカロ曲だからすごいデジタルっぽいかと思ったら、そんなことなくて、なんかちょっとエモいところ、すごい人間の琴線に触れるような、二人きりこのままってこうちょっと渋くなったりとかして、この辺がね、なんかこうかっこいいなと思って、でそのままサビに叩き込みます。このサビの歌がね、もう本当に突き抜ける感じがね、夏の感じがよう出てるんですよ。気持ち良いんですけど、ちょっとね、張り切ってここはもうパワフルに歌いたいところです。皆さん聞き込んで世界観表現していきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説やっていきます。かっこいいバージョンはね、結構コードがいっぱい出てくる。まずね、 A シャープ、
これがね、嫌なところで出てくるんです。やりづらいです。A シャープはね、こことこことこことこの4箇所、こうやって押さえるか、あるいは、ゴッと1フレット全部押さえてて、ピッピッとこうやって押さえるか。A シャープはね、ちょっと押さえづらくて有名なコードなんで、A シャープ徹底解説動画を概要欄に貼っておくんで、ちょっと研究してみてください。この制覇とかバレーっていうですね、これ全部押さえちゃうのね、1フレットとか。はい。これ A シャープちょっとやっていきましょう。次はですね、F メジャー7。これがね、皆さんちょっと初心者さんはちょっと泣かせられちゃう。3弦4弦の5フレットです。はい。いい音でしょ。これがいいんだけど、この5フレットかなり距離があるんで、この指で押さえるのがちょっとガズはおすすめしています。こっちに戻るときに、この人差し指がこっちにちょっと行ってるだけでね、結構ね、気持ち的に楽になりますね。F メジャー7、これがまた5フレット、感覚身につけてください。はい、距離結構ありますからね。で、次、C メジャー7、これ簡単。1弦の2フレット、これだけです。これだけ。はい。で、あとは G と G シャープ押し、これ連続でちょっと一緒に書いておくんですけど、これで兄弟関係です。まず G から行くと、1弦の2フレット、2弦の3フレット、3弦の2フレット。こんな感じですね。はい。ガズさんはこうやって押さえてます。人差し指3弦、中指が1弦、薬指が2弦。はい。なんですけど、これでもいいですよ。これでもいい。はい。これが G です。で、G シャープ押しっていうのは、この星がついてるのはガズレレオリジナルのコードネームの呼び方で、本当はもっと違うコードネームですけど、ガズレレではこんな風に書いてるよってことです。これ G の形のまま、1個こっちにずらしたら G シャープ押しです。これ今日はね、G シャープ押しから G っていう流れになります。いいでしょ？これサビの後半のとこでこれ出てきて、これいい味出してるんです。はい。そしてあと F マイナー。これもね、ちょっとややこしい、押さえづらい。1弦3フレット、2弦の1フレット、3弦開放弦、4弦1フレットなんて、こうやって押さえるか、あるいはこうです。いつも言ってますけど、ウクレレ持つ位置が低い人は親指を4弦で押さえるといいと思います。ウクレレ持つ位置が高い人は人差し指でこれ4弦押さえるといいと思います。まあ、どっちしろ出てくる音は一緒ですからですね。はい。この F マイナーはもう概要欄に徹底解説動画、質問が多いコードなんで、一応リンク貼っとくんで、わかんないよという方はそこで研究してみてください。あ、あともう一個、G マイナー7も出てくるんだ。はい。G マイナー7も押さえづらいですよ。こことこことこ、でもね、これ A シャープのここがないやつなんですよ。A シャープってさっきやったでしょ。これの、ここ外したやつが G シャープ、G マイナー7なの。こことこことここ。こうやって押さえてます、ガズは。こう。これ、こういう風に指のがこうならない人はこうでもいいし、こうでもいいし、とにかくこことこことここで、ちょっと渋い音、かっこいいバージョンで、追加していきましょう。このコードを使ってかっこいいバージョンやっていきましょう。で、今日ね、出てくるリズムなんですけど、これが困っちゃってですね、本当はですね、キレッキレの16ビートのなんかちょっとラテンっぽい、ちょっとね、そういうパーカッシブな、かなりかっこいいビートなんですよ。なんだけど、テンポがめっちゃ速いんで、ウクレレでやろうとすると、めっちゃ大変。ちょっとでもそれでもどうしても再現したい方のためにどんなリズムがおすすめかというとちょっとやってみるとイントロのコードちょっとこれでやってみましょう。こんな感じなんです。 1,2,3,4 こんな雰囲気がダンスタスカタンダンスタスカタンダンスタスカタンサビでもおそろしい速さプラスカッティング、タツカタカタン、タツカタカタン、タツカタカタン、このリズムがかっこいいんですけど、これはですね、まあほとんどの人無理と思う。ガズさんもうこのテンポで弾けない。最初から最後まで速すぎて。なんか、ちょっと、ガチャガチャしすぎるかなと思って、これ、本当に極めれば、できるかもしれないんですけど、ガズレレのレッスンとしても、なかなかちょっと難しいかなということで、それよりも、やっぱこの気持ちがいいのが歌なんですよ。このサビのね、フラッシュバック。ね、これ気持ちよく歌いたいから、8ビートのチャでやろうと。そしてやってみたら、これがまた8ビートのチャでも全然かっこいいの。なんで今日はガズレレオリジナルアレンジで、8ビートのチャと、でいこうと思います。はい。で、まあ、決めんところではちょっとカッティング出てくるみたいなところもあると思うんですけど、8ビートのチャの弾き方、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろのところの先にリンク飛ぶと、濃厚解説レッスン動画がアップロードされてるんですけど、こっちだったらもうみんなノリノリでできますよ。じゃあコードちょっと F で弾いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ダン、チャッタス、タッタ、ダン、チャッタス、タッチ。これでサビをやってみると、F メジャーセブンなんで、バッシュバッシュミの声、二度と別れらう君。いいでしょ。これでめっちゃかっこいいですよ。ちなみにさっきのやつやってみると、ワン、ツー、スライ、フォー。バッシュバッシュミの声、二度と若返らう君。まあ、かっこいいですけどね、ちょっとやっぱ8ビートの方が歌中心にこう流れるようにいけるかなという、そんな話でございます。8ビートだったらいけますよ。
いきます。気持ちよくやっていきましょう。はい。というわけでですね、動画の解説入っていきましょう。イントロとかもだから8ビートになったんで、めちゃくちゃやりやすくなりました。これがまたすごく嬉しいこと。で、もうどんどん決めの解説に入っていくんですけど、A メロの一番最後から B メロに行くところ、これがまたね、ちょっと厄介なんですよね。今絶望の淵に立ってから、今絶望の淵に立って、踏み切り、ここ、飛び出した。で、カッティングです、ここ。Em7 A シャープ、これがやりづらい。飛び出した、はい。で伸ばすんですよ、この A シャープ。そしてその後 F メジャー7なの。これがね、かなり難しい。ちょっと同じ方向から、せーの、ゆっくりいきます。せーの、3、今絶望の淵に立って、踏み切り飛び出した、そう君はと F マイナーたち、こんな感じです。ここはコードね、もう難しいよ。もうね、16ビートになって言ってる場合じゃない。8ビートでももうこのカッティングで。伸ばす、A シャープで伸ばした後に F メジャー7だから、こうギリギリまで A シャープで伸ばしたいでしょ。だからキュッといかなきゃいけないんだよね。はい。踏み切り飛び出した。そう。君は F マイナー。ここら辺がもうね、コードがもうね、悶絶きますからですね。で、その後ですね、B メロをちょっと行くと、そう、君は一人じゃ居場所なんてないだろう。ここで Gm7 と C7 が出てきます。あ、この C7 はさっきちょっと言ってなかったんだけど、まあ C7 は入門コードで指一本コードなんで、これは大丈夫でしょう。Gm7 から C7、こんな感じですね。はい。そしてその後ね、伸ばすんだよね。二人きりこのまま、この歌、このまま、ここ渋いですよ。ワクワク、愛し、会えるさの後、四つ引きです。ダー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 、その後、タッ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 、これよく出てくるんです。最初にチャを弾いておいて、タッ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 、はい、これおかずというふうに言ってるんですけど、リズム盛り上げるときにね、こう、ドラムをダッタ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 みたいな感じで再現しています。チャッタ繰り返しってサビに入ってます。フラッシュバックセミの声、ここからは気持ちよくやってください。とにかくここサビですから、もうここでマックスになりたい。コードもどんどん変わってくるんで、ここ要注意です。で、サビの一番最後のところ、悲しいほどやってみましょう。悲しいほど取り憑かれてしまいたい、はい。今の G シャープ押すから G に行って、 C メジャーセブン行ってから C、ここのコードの流れ、ここ気持ちがいい響きなんですよ。音のね、この気持ちいいコードの響きを味わいながらやってみてください。てな感じでちょっと駆け足だったんですけど、だから8ビートでやると、これ結構楽しくできると思います。16ビートになった途端にドッカーンととんでもないね、ハイレベルになるんですけど、まあとにかくでもそこまでね、やんなくてもこの8ビートのチャで、まあマックスウクレレではかっこいい。そんな感じに思いました。ってことで、これまずちょっとやってみてくださいよ。それだってね、コードがもういっぱい出てきてね、複雑で、しかも歌のメロディーと絡んだ時にもなかなかですから。でも、このサビの、やっぱりこの曲の素晴らしいのは、このサビのですね、この突き抜けるような青空感、夏感がやっぱりこれが大事になります。全開で気持ちよくできるようになるには時間かかるけれども、じわじわじっくりこう積み重ねるようにやっていきましょう。さあ、それでは、かっこいいバージョンやっていきます。ミキと P、少女レイ、ガズレリルかっこいいバージョン、やってみて !1、2、3、世界で
少女に悲しいほど取り憑かれてしまいたい。透明な君は僕を少女レイガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。この夏の終わりにもう全開で歌いたいボカロ曲、このボカロ曲をウクレレでやるっつうのがね結構面白いんですよ。ガズレレでも他にボカロ曲いっぱいやってるんでね、ぜひ調べてもらいたいんですけど、とにかくやってみてください。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、これデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。それとガズレレにはねアプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね楽譜が読めます。で無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でねブロックになってて、最新楽譜でこっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですねボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずねアプリのインストールが無料なんで、まずねちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でねなんとこのねガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っておくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったりキャップだったり、いろんな楽しいグッズがねもう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これここのガズレレ .com このホームページのねバナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くよりやろうが最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。